はい、というわけで、まあ、マシニング買ったらクーラントが必要やろうということで、クーラントメーカーの方に来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのちょっとややこしいんですけど、はい、まあ、私今回ブラザー工業さんのマシニングを買ったということで、あの社名の方が日本読みするとですね、はい、両方ともブラザーブラザーさんですよ、ね、ブラザーさんですよ、ね、ブラザーさんですよ、ね、そうです。グループ会社的な、いえ、あのこれは全くの別会社で、全く別会社ですよね、はい、あの非常にややこしいんですが、はい、ブラザー工業さんとブラザースイスルーブと、スイスルーブさん、はい、はい、ブラザー工業はいかにも日本の、そうですね、はい、スイスのメーカーさんと、はい、おっしゃる通り名前にスイスルーブ、スイスが入ってます。なるほど、本部がスイス、はい、もうね、イメージカラーまで、ああ一緒だよね、真似したわけでもないです。一緒なんですよ、たまたまですか、はい、これ違うメーカーさんなんで、皆さんね、あの勘違いせんようによろしくお願いします。はい、で今回は、はい、まあ、クーラントを入れていただくということで、はい、なんかちょっと特別な希釈装置があるということで、紹介がてら、はい、実演してもらおうかなと思います。あの切削加工の、ね、方も見ていられると思うんですが、あのペール缶こうやってね、こうやってね、こうやって入れてたじゃないですか、あれがちょっと違うと、はい、いうことで実演していただきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの切削装置なんですけど、はい、結構あの知られてない部分がありまして、もう皆さんこう手混ぜ、なんか準備していただいたんですか。はい、ちょっとあの見本希釈したものですね、はい、今日はあのブラザーさん、エマルジョンを推奨していただいているので、このエマルジョンですね、入れさせていただこうと思うんですけども、通常こう手で混ぜるとこんな感じ、ちょっと画面だと分かりにくいと思うんですけども、まあ白です、白いよ、はい、よく見ますよね、ですよね。で、今日ご紹介する希釈装置で、希釈した場合同じ白なんですが、これですね、実はですね、あの同じ濃度、同じ製品なんですけども、よく見るとですね、若干こう透き通り感が違うというのが、いいですか、見て取れるんじゃないかななんて思うんですけど、なるほど、太陽にかざせば向こうの光が若干見える方が、あ、装置を使った希釈の方 で、ね、はい、手動の方が透き通り感がないですかね、はい、なるほど、同じ製品でもちょっとこれぐらいですね違ってきまして、まあ、ちょっと軽く振ってみるとですね、まあ、泡の感じも、まあ、見て、いただける通りですね、ちょっとあの消え方が違うかななんて、これ今振ったら同じぐらいまず混ぜるんちゃうんですか。そうですか、はい、いや、こんな感じですね、混ざる、右左変えていただいても多分同じじゃないかな、変わらないですね。でそういうもんですか。はい、あのこれはあまり知られてないことなんですけど、はい、後で混ぜりゃいいわけですよね。混ざってれば白くなればいいというイメージはあるんですが、はい、実はそうでもなくて、機械を使うと本当に均一に、こう粒子が今までと分散という状態なので、なるほどなるほど、均一に分散し、こういった形で、性能も違ってくる。ここがですねあまり知られてないところです。なるほど、いや知らなかったです。ありがとうございます。はい、希釈装置使われると、なるほど、本来の性能がそのまま出るよ。そういうのがあるわけですね。そうです。じゃあ早速、はい、ちょっと見せていただこうかなと思います。はい、はいはい、よろしくお願いします。ます水溶生成作業というと、ご存知の通り、あの水に、製品を溶かして入れるというものなんですが、それに使う装置ですね。あのこれをドボドボやってたんですよ、こうやって、はい、わざわざこれを使った方がいいんですか。そうですね、あのとにかく簡単、設置も使用方法も非常に簡単です。なるほど、これは言うたらこのペール缶専用の装置と、実はですね、この棒が伸びまして、ああ長くなる、つまりドラム缶にも使える、ドラム缶にもいけるんですね、はい、非常にあの汎用性の高い、機器になります。なるほど、はい、水で希釈するということで、まあ、水がいるんですけども、水源ですね、こちらの、ホース、水道につないでいただいて、水が流れます、まあ、ペール缶に入れていただくんですが、ちょうどここが口が合うようになってまして、カチャッと垂直にはめてもらう。なるほど、これちゃんとそこまでなんか吸えそうな長さに。そうなんですね、もう、最後の一滴までシュッと吸っていけるという感じ。こっちは、まあ、普通のいわゆる蛇口でいい。そうですね、つないでいただくだけで、まあ、水が流れてくる。
で、ここの中にですね、一部がですね、細くなってます。細くなることで、水流が外だけ速くなります。速くなると部分的に圧力がですね、下がって、こちらの圧力も下がってですね、ヒュッと原液が上がってくるよと。そして混ざって出てくるよと。まあ、これがメカニズムになります。じゃあこの、まあ、動力的なものはほぼ必要なく、この水圧だけで吸い上げもやってくれる。そうですね。非常にそこがハンディなところで、水圧だけになります。ホースリールさえ用意すれば、もうこれはどこでも使えると。そうですね。動かして使ってもらえればいいのかなという感じです。ここにツイスターというですね、羽みたいなのがついてます。で、これがですね、水の流れによって、旋回流を作りまして、攪拌されて、水と原液が混ざったものが、希釈された液が流れてくる。こういう仕組みになってます。これはもうずっと出しっぱなしにできる。そうですね。もう僕開けてですね、あ、もういいやと思って閉めると、もうこれだけの。なるほど。分かってる、はい。濃度に関しては、濃度ここにつまみがあります。つまみでですね、プラスマイナスと書いてありますが、まあ、これで調節ができる。なるほど。じゃあもう普通に水道を開くような感覚で、はい、ちょうどいい濃度のやつが機械にそのまま入れると。はい、そうですね。ここに入れる感があって。ホースリールが、はい、はい、乗ればできるんですけど、新品は危ないのでカバーだけしていただいて、はい、上蓋だけ取ります。パチッと音がするんで、ちょっと今しなかったですけど固定できてるかもしれない。ここにフックがついてます。で、このフックもネジで長さが変わります。あ、なるほど、なるほど。使いやすそう。とりあえず今回はここに、このアタッチメントはちょっと別途必要にはなってくるんですけど、はい、これってホームセンターに売ってる。売ってます、売ってます。これは、はい、こっちもこっちも売ってます。あ、売ってますか、はい、なるほど。とりあえず出して濃度調整していくって感じですか。そうですね。まずは今回は10の濃度で、10% で、はい、なので10倍希釈ですね。やっていきます。今水がここまで来てますので、ここから出てくる色を見ていってください。でもこれまだ水のままです。濃度上げていきます。あ、なるほどなるほど。新鮮な合間、はい、ここで濃度上げていく。まず一回濃度を測ってみましょうか。で、この効率で入れれるんですか。そうです。これはめちゃくちゃいいですね。ありがとうございます。今まだこれが濃度 5% です。もう少し濃度を上げていきます。入れますか。はい、入れます。なるほど。あとこのまま。あ、このままですか。これは、このアイテムは激アツですね。激アツです。激アツですね。これは、こんなのないんや。今まで多分テール缶でこう何回か。何回もやってました。なんなら、あんまりメーカーさんの前で言えないですけど、はい、このホースの蛇口をここに突っ込んで、直接水入れてました。やりがちです。やりがちです。こちらが楽ですもん。だってこれ他の水道入れても変わらずね。そうです。流量もしっかりありますから。なるほど、これはいい。まあ出ませんが、はい、継続して入れていっていただければと思います。はい、わかりました。お願いします。はい、先ほどありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。もうちょっとなんかあるかなと思ったんですけど、非常に簡単ですぐ終わっちゃいましたね。もうお手軽なワンタッチでございます。はい、もうちょっとなんかこうカチャカチャするんかなと思ったら、もう本当に開いただけ。もうどなたでも、ちょっともう入れつつ見るみたいな。そうです、はい、最初だけですね。もうあとはずっと同じ濃度で出ます。で、まあ結構ね、環境がそんなに良くないというか、まあ、どんどん水が蒸発していくんですけど、まあ、補充もさっきと同じような感じで補充していったらいい。あ、補充はですね、先ほど 10%、まあ、約10倍希釈でタンクの中に入れたんですけど、補充は100倍希釈、つまり 1%、はい、1% の希釈液を補充していっていただければ。なるほど、はい、それでいいんですか。それは大丈夫です。
水じゃダメですか？水はダメです。必ず 1% 塩液が入ってる、入ってる、少なくとも塩液が入ってるものを入れていきます。なるほど。っていう風になると希釈装置あった方がやっぱやりやすいですね。 1% って難しいですよね。難しいです。もうどれぐらい入れないといけないのかって大変ですから。なので非常に簡単です。なるほど、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。でですね、私あのブラザー工業さんの推奨のクーラントで、なおかつブラザースイスルブさんのおすすめのクーラントということで、あんまり詳細の方を把握してないので、はい、ちょっとクーラントの、はい、性能とか売り込みポイントとかありましたら教えていただこうかなと。今日ですね、入れさせていただいた製品、まあ、B クール MC660 という製品、これはですね、あのエマルジョン、白い液体ですね、エマルジョンです。で、特徴なんですけども洗浄性がいい、あるいはいろんな材料に使えるよというのが、まあ、あの大きな特徴になります。一つ聞いていいですか？はい、いろんな材料、はい、プラスチックとかも大丈夫？そうですね、プラスチックもあの問題ございません。アルミも？アルミはもう自信持って。あ、本当ですか？プラスチックは割れたりとか、ええ、アルミは変色したりとか、はい、よく言われますよね、はい、そのあたりも大丈夫でございます。大丈夫だと、はい、あと特にアルミ、まあ、変色っていう言葉多いんですけど、いろんな材料と一緒に加工しちゃうと特に変色しやすいという傾向があるんですが、はいはい、この製品の特徴はアルミ削りました、銅削りました、銅削りました、スチール削りました、いろいろ、まあ、キリコが、はいはいはい、絡み合うと思うんですけど、銅削ったら色は大概変わりますよね。変わりますね、はい、そのあたりも非常に、変わりにくい、変質しにくい。そうですね、ですので、割といろんな材料を削って見えるお客さんいると思うんですけど、はい、そこら辺気にせずですね、使っていただきやすい製品か。私結構アルミ削って、はい、銅削って、もちろんアルミも削ってってしてますけど、はい、問題ないと。そうですね、結構真面目にガチレビューしますよ、これから先、はい、でも問題ないと。そうですね、はい、そこをこう強みにした製品に仕上げております。なるほど、はい、いろいろなやつを、まあ、削っても変質が少ないという、素晴らしい。洗浄性っていうのは、そうですね、使われていくとこう修道面とか、潤滑油、まあ、機械周りの油ですね、はい、とかスラッチとか機械の中にもうベタベタついたりする場面もあると思うんですけども、それもこうきれいに洗い流してですね、もうそれをこう浮かせていくというような形で、機械周りが加工しながらきれいになる。加工しながらきれいになる。まあ私の常識ですけど、はい、私の常識ではクーラントが汚れるんですよ、はい、クーラントが飛び散ります、はい、乾きます、はい、こびりついていくんですよ、ベタベタな、はい、なるじゃないですか、はい、違うんですか。それはサラッと感がありますので、サラッとこう、落ちて、もちろん汚れは、まあ、入ってきます。ただその汚れを、クーラントの上に浮かせてですね、あとこう上積みだけ取っていただければ非常に扱いやすい。あ、上積みを取る。そうですね、それがメンテナンスと。そうですね、なるほど、はい、今聞いた限り、まあ、いいところしかないから欠点を教えていただきたい。ですね、多分あるんですよ、何事も全部特化してるわけじゃないですか、はい、そうですね、欠点、あえて申し上げるならば、はい、例えば油性で使われてるところから、はい、まあ、この水溶性に切り替えると、まあ、ちょっとそこは潤滑追いつかないなと思います。そういうのじゃなくてですね、そういうのじゃなくて、それはもうね、油と水やったらそうやということなんですけど、はいはい、まあ下世話な聞き方をすると、ええ、他社さんの、はい、他社さんの水溶性の油で何かこう比べた時にとか、そういうの、そういうの、そうですね。よく世間では言われます、まあ、イニシャル、はい、単価とか、はい、まあ、こういったことはまあ言われることあるんですけども、単価、そうですね、この一缶あたり、あるいはドラムあたりのお値段、あ、ここだけ見られてしまいますとですね、なるほど、やはりちょっとそこはすいません、値段のこと分かってなかったんですけど、はい、だいぶする感じなんですか？はいはい。どれぐらいの割合、まあ、1.5、2倍、まあそういったような数字が出てくるかも分かりません。だいぶ違いますね。そうですね、ただ、我々ですね、もう油として見ていただくんではなくて、やはりそのトータル的に、まあ、仕上がったものであったり、うん、付加価値をということで考えておりまして、まあ、トータルで、見ていただければなと思います。
その品質であったり。なるほどなるほど。今からまあしばらく使って、はい、デビューしていくわけなんですが、まあ、気になるところとしては匂いが出るとか、そういうところ、そうですね、色が変わってくるとか、うん、エマルジョンってちょっと臭いんだよな、腐るんだよな、はい、寿命が短いんだよなっていうのはよく聞かれることが、はい、で、そこもですね、当然気にかけて、開発しておりますので、うん、まあ、しばらく、まあ、安定して使っていただけるというのも一つの特徴です、うん、最初の状態が変化しづらいということで長期間使っていただけるコンセプトです。まあ値段が仮に倍違ったとしても倍の期間快適に使えればってことですよね。おっしゃる通りです。ちなみに今この環境、機械は空調効いておりませんので、はい、今から一番厳しい夏を迎えて、で、ね、で私もいろんな素材を削りますので。なるほど、持ってこいでございます。持ってこい、持ってこい、自信ありますね。はい、というわけで、まあ、こちらの方を、まあ、長期レビューという形になりますが、今このね、この動画だけやと希釈装置すげえねっていうところで沼ってしまうところですが、はい、まあ、私の動画をぜひね、チャンネル登録して見ていただいて、このクーラントの劣化がどの程度進むのか、ぜひね、一緒に見ていただければと思います。はい、というわけで今日はワドウさん、ありがとうございました。ありがとうございました。